白熱電球水銀灯懐中電灯。21世紀の初め頃から LED 照明やハロゲン電球などガス封入型の電球も使われ電池が長持ちするとされるものもある。電灯。電灯とは電気を利用した照明の一般的な装置の総称。電気灯あるいは単に電気などとも呼び、電源は商用電源や電池などが使用される。電灯は 電力を使用して光を発生させる装置であるが、電力から光を発生する方法は様々である。ことから、電灯の種類は多様である。加えて、用途や必要とされる大きさ、それによって制約を受ける構造などにより、様々な装置が開発されている。電灯の多くは、ガス灯や超人、アンドン。 灯籠など炎を使用した光源よりも安定した光を得ることが可能になっている。もっとも初期の伝統であるアーク島は不安定であったが、後に光への変換効率が良い装置も開発され続けており、アーク島に次いで開発、利用されるようになっていった電球と合わせて、いわゆる文明化された多くの地域で一般的に利用されている。 光を得るためのエネルギーとなる電源は用途によって選ぶことが可能であるほか設備としてはガス管を必要とし点火モテまで明るさも制限されるガス灯などそれ以前の様式と比較すると電力の配分が金属線など電気電動体を配するだけであるといった特徴があり扱いやすいまた携帯型の機器では乾電池など電池の発達により 運搬や携帯の便の良いものも普及している。この他電力が様々な方法で得られ、またこの電力を蓄電の技術と組み合わせることにより、様々なエネルギーを発電装置と蓄電装置と電灯とを介して光に変換することが可能となっており、この中では携帯型の機器を中心に人力発電のように人間の力を利用する電灯も利用されている。必要に応じて、 高量の大きな装置も作りやすいほか、媒煙や放射熱などのデメリットが少ないこともこういった伝統が普及した理由ともなっているが、装置によっては大きな電流を必要とするなど、安全性の面では感電といった事故を起こすこともあり、電力から光への変換効率を向上させる技術開発の一方では、感電事故防止など安全性の向上も課題となっている。 なお伝統は、それ自体が証明のための装置ではあるが、安定的に光を発生させることができる機構である。ため、しばしば機械要素である光源として、他の機械に組み込まれる。この組み込まれたものを指して、伝統という場合もある。ただし、プロジェクトなど映像投射装置に組み込まれたものはあくまでも光源であり、証明を主体とした伝統とは言い難い。 アーク等も参照されたい。前述した通り、一概に伝統といっても、構造や用途により、様々な製品が流通し、利用されている。以下に構造と用途の二つの側面から例を示す。電力会社など、電気関係では、慣習的に、単相交流電源を伝統、参照交流電源を動力と呼ぶ。ありがとうございます。